私は先に帰ってるからね。用が済んだら店に戻ってきな。来たな。さあ相手を選んだ。にとろける蜂蜜なんだぜ。待ち合わせ場所はここのはずだけど。来たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね。五番街ではずいぶんご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから、楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね、その間あんたは、せっかくこの街にいるってのに、遊び方もろくに分かんないって面だね。興味ない。まああんたみたいのは体使ってなんぼさ。何でも屋の手腕、ウォールマーケットでも振るってもらおうじゃないか。これが今紹介できる仕事だよ。私がもんだその手、擦り切れるまで使い倒してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお。じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。
よーチャンピオン、会場はエレベーターを降りた先だ。試合楽しみにしてるぜ。チャンピオン、観客席は満員御礼だ。派手に盛り上げてくれよ。今宵のチャンピオンに再び挑むのは、そう、サムの愛機カッターマシーン。切れ味を増した逆襲の刃にチャンピオンはどう立ち向かうのか。レディーファイト。えっ、切るんだ。いや、狙った。うっ、畳みかける。今だ。つや、ここで仕掛ける。ここまで。これがチャンピオンの実力。勝者クラウド、カッターマシンのリベンジを見事に一刀両断です。ご苦労だったね。あんたの取り分だよ、受け取りな。マム、エアリスは？まだ髪を結ってる最中さ。一試合見るくらいの時間はあると思ってね。サムのおもちゃが壊れる様は何度見ても気分爽快だからね。あんたらしい。いい手になったじゃないか。今のあんたなら女の一人や二人その手でちゃんと守ってやれそうだね。最初からそのつもりだ。そろそろエアリスの支度も終わってる頃だ。私は先に帰ってるからね。用が済んだら店に戻ってきな。来たな。さあ相手を選んでくれ。またいつでも来てくれ。今回のチャンピオンならソルジャーにも勝てるんじゃないか。おすすめはもちろんおすすめ定食だ。重ねて食べるとさらに味が変化。魔法の水の。待ち合わせ場所はここのはずだけど。
ルさん、ここでしたか。ティファが、その、ティファが、俺じゃもう。落ち着け。ティファがどうした。もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも俺じゃどうしようもないから。わかった、お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか。ダメだ、俺兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか。だから兄貴の立ちさばき惚れ惚れしました。こうズバズバズババって俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。あ、兄貴、この悩める青年に何かアドバイスはありませんか。ない。そんな、じゃあ俺はここで、いや、その足手まといになるといけないんで。マムの店に戻ってエアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。推薦状は手に入れた。うん、あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女か。気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん、やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は、進めないけどな。アリスなのか。うん、コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド、すまない。うん、それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか。待ってろってやつ？聞いたけど心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほら、こっちこっち。どこへ行くつもりだ？私、マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん？気合入ってるね。どこ行くの？こりゃ、めっぴんさんだ。
結構かわいい。あ、何言ってんの。役なって世界一かわいいな。かわいい彼女、ちょっとお茶しない。努力賞ってとこかな。服に着られてる。ここはミツバチの館。代理人のアニアンクーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ティファを助けるためでしょ。待て。いい、するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた、あのマムガだよ。だからまっすぐ事情を話してみよう。当たって砕けろね。私たち観客も一体にならなきゃ。ティファを助けるためでしょ。あの、なんか緊張します。いらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアンクーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ。アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ奥のステージへどうぞ。ステージ。ええ、さあ奥の扉までお進みください。夢が叶った。お待ちしておりました。アニアンご指名のお客様ですね。ではでは、こちらへどうぞ。おや、クラウド、あんたも隅に置けないね。アニアに来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい、ツンツンしてる。ふさわしいとダンスで証明してもらおうか。
私について来られるかな。キュンとしたよ。いいだ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。本当の美しさは心持ち次第だ。いいかクラフ、美しさに女も男もない。物を実せず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。だって楽しかったんだから。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。じゃない。
の人びっくりしてたもん。クラウド、すごいステージだったね。クラウド？やめてくれ。何も言うな。一言だけ。ダメだ。かわいい。